レッシングかネギ油で作って、なんていうんだろう、輪切り？輪切りっていうか、それを、まあ待ってます。これに油、サラダオイルがいいんです。サラダオイル。出すよ。臭くなる？臭くなる？臭いでしょ。なんかピッタンコカンカンでキリンさんがボリボリ食べてますね。そうなの。本当はもうちょっと、あの古漬けって絶対食べられないじゃない、うん、売ってないじゃない、はい、古漬けが美味しいんですよ。冬場とか新井さんとか、はい、ぬかみそ出来上がりました。切っただけ早いよね、もう2年だもんね。でも未だになんかキキキリン語録というかさ、全然売れてますよ、ね、すごいよね、次から次へと。本当にあんなすごい人のそばにいたんだと思って。そうですよ、一番なんてことって、ちょっともうちょっと学べよみたいな英語の自身がすごい、あのキリンさんの言葉で残ってるもうとにかく普通でいることが一番大事だっていうのはよく言ってましたね。あの芸能人だから偉いわけでもないし、なんだろう、どっか買い物行くんでもこう誰かマネージャーさんがいないといけないとか、そういうのはもう絶対ダメっていうのは言ってた。普通でいることが一番大事っていうかさ、温野菜サラダです。あのね、生じゃない、普通のある程度年を取ると体にいいんですよ、温野菜の、生野菜よりもね。はい、食べたいものを取って、これがネギ油なんですね。サラダオイルにネギをさらした、ネギを入れただけで、これを入れつけて自分の好みでお醤油足す、こんだけです。どうぞ。だってほら、ちゃんこ鍋って油揚げ入れてるじゃん。え、ちゃんこ入ってましたっけ。うん、で、もともとこう、ちょっと鶏肉と昆布で作っといて、はい、この鶏肉は出汁的なものなんだけど、はい、いつでも後々食べられるし、これはすってちょっと入れると美味しいんだ。半かけぐらい入れると、あの匂わないけれども、これは、はい、浅田家母の発案鍋ですか。たまたまの、はい、そのあ、白菜買い忘れたわっていうのは で母の、そうで冷蔵庫見たら、あ、あれがね、あ、キャベツでやってみようかしらみたいな。そっからね、キャベツの方が美味しいじゃないってなり、はい、甘いから、うんうん、それでなんかキャベツになっちゃったんだよね。と鶏と昆布の出汁で、うん、ちょっとニンニク入れて、で、あとはうちはキャベツです、お豆腐、あとは普通な、あとちょっと珍しいのちくわが入るっていう感じ。
な感じ。かわいい。かわいくないかな。うるさいよ。ちょっとね、最初ぐらいか。お餅を入れます。あ、最後のね、お雑炊ね。で、お餅を入れるでしょ。で、これね、私の手作り味噌なんです。味噌は2種類ぐらいブレンドした方が美味しいかな。ちょっとお餅が柔らかくなるまでお待ちください。ご飯入れたよ、ご飯入れたよ。はい、くーちゃんご飯入れたよ。ね、急に静かに。手作り味噌はどのくらいでできるんですか？本当は3月ぐらいに作って、その年の冬。うん、これね、本当はね、焦げ目があったらめちゃくちゃ美味しいんだよね。こうリゾートと一緒よ。卵を入れてから焦がすと卵が固くなりすぎちゃうから、うん、こっちのうちに焦がしておいたお弁に、今日ちょっと水分をかけて、ビヤーっといきます。で、最後に残ったネギをビヤーっといきます。美味しそう。で、プチッとして、お雑炊ができました。じゃーん。美味しそう。味噌雑炊なんですよ、うちはね。あ、どこにあれがあるかわかんない、餅が。ちょっとね、焦げ目があるとなんかリゾット的な感じで美味しいんだよね、これ。一番先に食べるもの。美味しい？美味しい。よかったね。うん。OK です。